武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は名古屋外国語大学の英語の勉強について話していきたいと思います。まず英語ですが、まあ、英語方式、英方式、ちょっと変わるんですが、英方式に関しては、まあ記述が出てくる形ですね。ただ出題傾向としては全体的に文法のバリエーションが多い入試形式となっております。で、まあ、そのバリエーションというのは会話、そして並べ替え、正常ですね、あと正誤問題などが出るような形になっておりますので、これらの対策、しっかりやっておいた方がいいでしょう。難易度そのものが難しいというわけではないので、対応さえしておけば十分、解ける問題であると思います。ただ全くやったことないとちょっと辛いかなと思いますので、まあ、基礎的なネクステージなどの文法終わったら、それぞれの形式で解けるかどうか過去問で試してみて、できないものに関してはそれぞれの形式に合わせた分野別の参考書を、やるように心がけてください。で、英方式の、記述問題に関しては英文語訳が出ますが、英文語訳に関しては難易度が高いものが出るわけではないので、まあ、英文和訳演習の基礎編などやっておけば十分対応できるかとは思います。はい。で、書き換えや空所補充の問題なども英方式の場合ですねありますが、こちらも、まあ文法などの一通り基礎を入れておけば、まあそこまで難易度高いことはないので、まあ、ネクステージなどの問題集が記述で書けるレベルにしておく、あとはイディオムや単語をしっかり覚えておく、このあたりを意識するようにしてください。で、長文や文法の全体的な難易度は、まあ、日大レベルがしっかり解ければ十分対応できる難易度ではあるので、基礎の見落としをしないように、そしていろんなバリエーションの問題を解けるように心がけておきましょう。はい、そして名古屋外国大学ですね、リスニングが、まあ、形式によっては出るんですが、このリスニング、はですね、まあ、マーク方式で出る問題で、まあ、そこまで難易度高いわけではないので、センターのリスニングと同じ対策一通りできていれば十分対応できる問題にはなります。まあ、なので、速読英熟語のシャドウイングなどですね、から耳鍛える練習ちゃんとやっておいて、まあ、センター系の問題集のように過去問で練習して、その上でここの過去問をちゃんとやっておけば、十分いけるかなと思います。以上が名古屋外国大学の英語の勉強となります。